信長様、なぜ俺だけこんな大規模な猛戦に。問う、問うても答えよ。これが正義。まあ、はい。今の力で仲間を増やし、挑む。しばし時を待とう。それより開幕よ。大規模な模擬戦があると聞いて来てみたが、これはすごい。古今の名将が一堂に会している。しかし、織田の精鋭に一人で立ち向かおうぞ。私の名は直江兼続、前田利家、その魂を超えたぞ。では勝てぬが、言葉でお前を応援しよう。城内の敵は倒せば味方になる。あとは味方を集めろ。城内に挑むのはその後だ。焦って門番を倒すなよ。王城の忍びは優秀。開かずの扉も開けてもらえよう。東洋一族の栄光はお主の共にあろうか。エルモトは長者、仲間にすれば危機に助けてもらえよう。勝利の力勝つぞ。皆で力を合わせよう。無茶をするな。我らにできることはこれくらいだが。吉本は常に福福しさを保つ努力をしているらしい。仲間にすればその努力の秘密で助けてくれよ。マロの力が借りたいと。しょうがないの。危ないの。鼻が減ってはなんとやら。おて。前田利家、その熱き魂に匹敵する力の持ち主だ。これほどの力を持って、あるいはまさか。この人は反骨の魂を持つ。遊戯には熱い男。仲間にすれば、異境をつくところで助けてくれよう。いいだろう。貴様のために誠実に奏でてやる。信玄は兵に辛抱が厚い。仲間にすれば誰も彼に刃を抜けたがらないはずだ。遠心攻撃は日の元にとどろいておる。仲間にすれば敵はその意味作り上がるはずだ。
間はあと半分。といったところだ。わしが味方になると簡単になっちゃうけど。その武勇は我が力を貸すに足る。よもや一人で全員を。ことはまこと強いの。強くしろ。お前の道を観察の厳しさ。そっちの未来に雅な趣を。時間も来た。始めよう。陸に上がった海賊の恐ろしさ、見せてやろう。異性の法則を打ち破る時は今ぞ。かかれ。恐ろしさ、今こそ見せようぞ。今の行商の力、今こそ見せてくれよ。信長様に無様な姿は見せられぬ。かかれ。信長様、見事。
うぬの力は見知った。来い天守。各界には趣向を凝らした仕掛けがあると聞く。ここからが正念場ということか。まずは我ら美の三人衆がお相手だ。今はなき最強道産を支えた元に、それがしはじめ、この先何が待ち受けているのか。俺らは傷ヶ岳七本槍のうちの五人だ。
てきたぜ。清瀬、どういうこったよ。信長様はどこへ。ネタバラ島と、これ試験なんさ。信長様の親衛隊、赤穂の衆の筆頭になるためのな。序盤の人集めから、後半の武芸、そして最終試験。最終試験って、やっぱ相手はおじき。やったか、入れ。心なしか勝ちよ。喜んでいハハ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